吉田幸弘は、日本の政治家、司会士、元衆議院議員、愛知県名古屋市森山区出身、東海中学校、高等学校を経て1987年に、愛知学院大学歯学部を卒業。1991年、愛知学院大学大学院歯学研究科で、歯学博士の学位を取得。1年間の医療機関勤務後、司会委員を開業。 1996年10月20日執行の第41回衆議院議員総選挙に愛知3区から新進党公認で出馬し初当選。その後、新進党分党により1998年自由党所属となる。2000年、自由党を離れ保守党決闘に参加するが、第42回衆議院議員総選挙の直前に自民党に入党する。 2000年6月25日執行の第42回衆議院議員総選挙に比例党会ブロック単独候補として自民党公認で出馬。再選する。2002年1月財務大臣政務官に就任。2003年9月に外務大臣政務官に就任。2003年11月9日執行の第43回衆議院議員総選挙に 愛知三区から自民党公認で出馬するも落選。2004年2月27日、日市連事件に絡んで参考人として事情聴取されていた愛知県出身の元公設、第二秘書が東京都内の自宅で首吊り自殺をしているのが発見される。同年7月28日、吉田は公職選挙法違反と業務上横領容疑で逮捕。 自民党本部から除名された。2005年7月20日、東京地裁で、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が出た。吉田前議員の元秘書自殺、日試練の規制法違反事件。 47news,http://www.47news.jp/.cn/.200403/.cn200403010104199.html2013 0年2月11日閲覧ありがとうございます。